あ、逆光だ。行ってくるよ。行ってらっしゃい。ここじゃマイスに行ってあげて。ご紹介に預かりました吉野元海道の自己演奏でもありピアニストの柴田光明とサックス奏者の大谷由美の30分ですけどね、あの短いライブですけどもお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。では一曲のティンクレイトル
子とかにも全然遠慮なく座っていただいて、子供ちゃんもね、なんか曲とかが分からなくてもなんかやってるみたいなのを見ていただけたらなと思います。まあジャズとかはね、そのノリを楽しむみたいなところがあるのでね、ぜひぜひこういろんな音楽に触れていってもらって、将来ね、なんかやりたいと思ってくれたりとかするとちょっと嬉しいですね。で、吉野ね、音街道のこう地域活性を、まあ、目的とかもしてるんですけど、まあ、街中がこう音楽にあふれる古民家とかを会場にしてライブを行ったりとかして、結構全国からね、いろんなアーティストの方が来たりとかしてくれてるんで、まあ、その吉野の街並みとかも本当にすごく素晴らしかったりとかするので、桜の季節以外にね、紅葉の季節とかも楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひぜひそちらの方も興味を持っていただけたらなと思います。それでは続いての曲は、マイリトルセイドシューズという曲をお届けします。Thank you.
初多分椅子に座るのはちょっと恥ずかしいという方とかでもね、全然上から見ていただいたり遠くの方から見ていただいたりとか全然いいのでね、こう普段触れることがない音楽とかに触れていただけたらなと思います。それでは続いてはですね、ニューヨークとかでもね活動されていた柴田孝明さんのソロのピアノステージを曲ほどお願いしたいと思います。お願いします。Thank you.
スイートですね、テイク5という曲をお届けしたいなと思います。まあね、5拍子の何って感じなんですけど、まあ大体こう4拍子で1、2、3、4、ワルツは1、2、3、1、2、3なんですけど、テイク5は1、2、3、4、5になりますので、あのちょっとね一拍多い感じの曲なんですけど、これも有名な曲楽しんでいただけたらなと思います。まあね、お買い物中の方々もねいらっしゃると思うんで、あの遠くの方からでもね聞いていただけたらなと思います。で、まあ、あとはワークショップとかね、あの子供たちが遊べるあのゲームとかもございますし、割り箸作りも吉野の席を使った高級割り箸が作れたりとかしますので、ぜひぜひ遠慮なく、またまたあの吉野の物産の方もご用意しておりますので、気軽に見ていてください。それでは見ていただきます。
吉野の魅力、まあ、半大生さんもやっぱりね、その吉野の魅力とかをね、やっぱりたくさん勉強されたりとかして PR とかされるイベントを一生懸命考えてね、今日参加してくださってると思うので、ぜひぜひ今後も応援してあげてください。はい、それでは最後の曲なんですけども、最後の曲はラブという曲でお別れしたいと思います。本当にあの楽しい時間を私たちがお祈りたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。